香川県本体の方に入っていきます。一等笑いあり涙ありのね、感動巨編になることは間違いなし。またこれですねすごいな。さあそれではね、本日のラストスタート、宿まで頑張って走りましょう。レッツラゴー。このベッドは贅沢やな。はい、ジュジュアンというところでね、骨付き鶏肉を食べました。親鳥ということでね、まあめちゃくちゃ硬い、ガムかっていう感じですよ。でもね、その硬さがねいいんですよね。噛めば噛むほど味が染み出てくるということでね、僕ね初めて食べたと思うんですよね。いや、なかなか美味しかったですよ。ただね、ノンアルで食べたんでね、それがちょっと残念やなというところなんですけどね。さあこれからね、また宿に戻りますけども、その途中ね、まあ、コンビニでビールでも買って帰りましょうか。よっしゃ。さあ、よかった、温泉よかったですよ。やっぱりね、ユニットバスと違ってね、ちゃんとした温泉は本当リラックスできますよ。今日の疲れもね、一気に取りました。そんなわけでね、今からいただきます。それではね、画面の前の皆様もご一緒に、お疲れ様でした。乾杯。ビールもね、一瞬でなくなったんでね、次ね、濃いめのレモンサワー、これ、生かしていただきます。いや、でもほんまね、ビール500がね、もう2、3分でなくなったね。よいしょー。さあさあ、うまそう。お疲れ様。うん、うまい。普通にうまい。レモンサワーやね、この、岩塩の夏、塩が入ってんやね。そしてね、これ、おつまみ。結構ね、飲みながらね、甘いのって僕大丈夫なんですよ。ちょっとね、コンビニでこれも買ってきました。さあ、そしてね、今日は本当にね、暑い一日でしたわ。今日はあんまりね、観光とかそういったうろうろするのはやめとこうと思ってたんですよ。もう今日はね、
どうしても行きたかったところ、まあ言い換えたら、ここに行くために今回香川県に来たって言ってもね、過言ではないんですよ。それがね、巻塚鉄工所さん。ここに本当に来たかったんですよ。ようやくね、念願が叶ったという感じですわ。そしてね、今日はね、そのギャラリーに行ってね、買ってきましたよ。紙袋。これちょっとね、中身出していきましょうか。イエーイ、これ。これと、これね。この二つ、うん。まずこちらから開封しましょう。これ見て。フライパンディッシュの台。でかいサイズ。そしてこれがね、フライパンディッシュ用のハンドル。イエーイ、これでね、持てるんですわ。これでね、焚き火の上に乗っけてね、いろいろ調理ができるっていうやつですね。あー、これね、僕中持ってるんですけどね、中サイズ。これ中サイズ買うのにね、1年かかったんですよ。ネット販売でね、もう早いもん勝ちなんで、本当に苦労しましたよ。ところがこの巻塚鉄工所さんに行ったらね、いっぱい売ってるんですわ。まあまあね、そんな滅多に行けるところじゃないんでね、そんな買いに行けないですけどね、本当にあの一年の苦労は何やったんやっていう感じでね。これもね、このハンドルもね、ネット販売ではね、もうすぐなくなるんですよね。そして今日ね、その巻塚鉄工所さんの工場でね、職人さんがね、作業してるのを見せてもらったんですけどね、ほんまにね、ここら辺のね、緻密な作業、本当にね、もうね、細かいのをね、じーってね、やってはりましたよ。今日はね、女性の職人さんがやってはりましたわ。うん、3人ぐらいでやってはったかな。ね、工場での手作り、いいっすよね。作った人の顔が見えるっていうのはいいよね。これもね、もうね、売ってる状態からね、シーズニングされてるんですよね。わかるかな？タキビズムのロゴ入り。これでね、またなんか作りますわ。肉焼くか、焼きそば作ったり、いろいろね、できると思うんでね。これね、両方で11,000円。11,000円ですよ。まあ、これを高いと取るか、まあ、まあ、こんなもんやろと思うかは、ね、その人次第なんですけどね。僕はね、そんなもんやなと思いますわ。あんだけ手作りしててね。うん。11,000円は全然僕はいいと思いますね。そして何よりも、ボーナス出ましたんでね。ね、ちょっと今潤ってるんですよ。だからこの全然痛ではないですね。まあせっかくなんでね。まあ、これ乗っけて食べますわ。まあそしてね、まあ、今回本当に急に来たんですよ。前々から予定してたっていうよりもね、本当に急にですわ。まあ言うたら、昨日の時点で明日仕事休んで、香川県行こうってね、思ったんですよ。だからフェリーの予約もしてないし、宿の予約も何もしてないですよね。本当に、思いつきで飛び出したって感じですわ。っていうのもね、まあ皆さん、ね、お勤めの方は、多分同じだと思うんですけどね、今法律でね、年間5日間、有給休暇を取れっていう法律があるじゃないですか。それなんですよ。それでね、僕もまあ4月、5月、6月とね、まあ、有給休暇使ってなかったんで、会社の方からね、もう休め休めってね、ずーっとね、せっつかれるんですよ。もう、ええっちゅうにちゅうぐらいね、休みたいとき休むわな、ってね、思ってるんですけどもね、もう本当にね、会社の方はね、そういったところでね、まあ、法律で決まってるんでね、それをなんか、僕らみたいな守れへん社員がいてたら困るみたいでね、本当にしつこく言ってくるんですよ。そんなわけでね、まあ、今日は7月1日ということでね、うん、第二四半期の、まあ、初めですよね。まあ、僕の場合はね、そんな四半期の初めとか言うてね、特別忙しくなるとかそんな仕事ではないんでね、全然大丈夫なんですよ。だからね、あ、ほんならもう今日行こう思ってね、急遽昨日思いついてね、今日は来たわけなんですよ。でもやっぱりね、今日はキャンプじゃないんですけどね、たまにはこういったキャンプじゃないのもいいっすよね。キャンプってやっぱりね、何やかんや言うてもしんどいじゃないですか。ね、楽しいけどしんどい。
ャンプってそんなもんですよね。しかも今はめちゃくちゃ暑いですもんね。まあとにかく今日の暑さはもうすごかったですよ。ええ音すんね。いやーこれもうマイク代わりやな。まあそんなわけでね、今日はね急にキャンプに、キャンプじゃないわ、香川県に来たわけですわ。何話しとったっけ。あのやっぱキャンプはしんどいもんね。何やかん言うても楽しいけどしんどい。設営はめっちゃ楽しいんですよ。帰りですよね。帰りがねもうめんどくさい。テント畳んで入れたり、あとねシェラフ入れたり、いろいろ収納して、また荷物バイクに乗せて、結構しんどいですよね。そして夏は虫がおるしね。そして夜は寝られへんしね、暑くてね。いやでもほんまキャンプってしんどいわ。でも楽しいよな。楽しいですよね。楽しい。ほんとなんでやろ、こんなしんどいのに楽しいってね。ほんまキャンプする人ってド M ですよね。おやめとこ、このマイクは置いときますわ。さあそれではね、もうそろそろ今日は寝ましょうかね。もうねアルコールもなくなりましたしね。さあそれではね、皆様おやすみなさい。はい、それではね宿の方出発します。さあ行きましょう。さあ、今日も最高の天気ですよ。もう暑い。あ、そしてね、昨日、もう昨日の晩もね、ちょっといろいろ謎な出来事もありましてね、本当にびっくりしたんですけどね。まあ朝からこんな話で恐縮なんですけどね。まあ昨日ね、500ミリリットル缶のねアルコール2本を飲んだんですよ。まあビールとサワーですかね。まあ、それ500ミリリットル缶を2本だったんですけども、それでね、まあ、結構ねいい感じに、まあ、酔いが回ってきたって言いますか、はい、それでちょっとだけね、一瞬だけちょっとベッドに横になろうと思いましてね、横になったんですよ。そしたらね、まあ、寝落ちしてましてね、そしてね、なんやわけのわからんね、こんな写真を撮ってるんですよ。どうぞ。一体昨日の晩何があったのか。それでね、パッと目が覚めた時にね、じゃあ枕にね血がついとったんですよ。血、何これって感じでね、どっから出血しとったんやろうなっていう感じでね、めちゃくちゃなんか気になってるっていうかね、怪我してる様子もないんですけどね。まあちょっとそういった謎な出来事があったんですよね。まあきっとどっかから出血しとったんでしょうね、知らんけど。そしてね、今はもうこういったね山道っていうかね、田んぼのど真ん中を走っていってるんですけども、今からね朝飯を食べに行きます。朝飯はもちろんうどん。そのためにね、旅館の方はね朝ごはんも抜きのプランにしております。結局旅館の方は素泊まりプランですわということでね、はい。で、まあ、今から向かううどん屋さんですけども、まあ、ここがね結構僕思い入れのあるうどん屋さんでしてね、もう何回かは行ってるんですけどね。まあ、その頃ねぼちぼちと噂になってたのが、さぬきうどんってめちゃくちゃうまいらしいぞ、めちゃくちゃ腰がすごいんやでとかっていうね、そういう話が出てきたぐらいなんですよ。うどんの映画ありましたよね、うどんっていうね、それができたのがその数年後の話なんで、まだめちゃくちゃ世間に認知される前だったんですよ。奥さんとまだ当時2、3歳だった長男3人で行ったんですけども、そして行ったお店っていうのが山越うどんだったんですよ。そもそもさぬきうどんがうまいぞっていう前に、山越うどんってめちゃくちゃうまいらしいぞっていう、そこから話が入ってきたんですよね。そして当時そこの山越うどんに行きましてね、初めてその釜玉うどんっていうのを食べたんですよ。もう衝撃でしたね当時。なんじゃこれって。また僕の中ではそんな釜玉うどんっていう概念も何もなくね、うどんに生卵入れてちょろっと醤油入れてそれで食うって、なんでこんなうまいねんっていう感じの衝撃だったんですよ。
いやあの時の衝撃はね、ほんとすごかったですわ。そしてその時はね、あと数店うどん屋さんも巡ったんですけどもね、まあ、どこも本当に美味しくてね、いやさぬきうどんってめちゃくちゃ美味しいんやなというので、ね、当時感激した記憶がありますわ。その中でね、今日行きたいのがその山越うどんなんですよ。まあ、あれからも何回かは行ってるんですけどね、今日改めてそこの山越うどん行ってね、釜玉うどんを食べたいと思います。さあもうすぐ到着ですね。この信号右かな、山越うどんのねパーキング見えてきましたね。駐車場がここで、うお結構車止まっとるぞ、すげえ、もう結構混んでるんちゃうマジっすか、確かここやな、もう並んでるわ。おお、はい、ここに止めておきます。はい、それではね、山越うどんを出発しました。久々に食べたけどね、やっぱり美味しかったですよ。ちょっとね、スタミナをつけるためにね、山かけうどんにしましたけどね、いやこれも美味しかった。そんなわけでね、もうめちゃくちゃ猛暑なんでね、もうあんまり寄り道もせずにね、ちょっともう今から帰る方向に向かっていきたいと思います。ただね、どうやって帰るかっていうのもね、まだ全然決めてないんで、走りながら考えたいんですけどね、このまま、まあ言うたら高速ばっかり使って淡路島を通過してね、橋渡って帰っていくか、それとも、徳島まで行ってね、そこから和歌山に出てるフェリーがあるので、それで帰るか。あ、今のところの思いとしてはね、徳島から和歌山へのフェリー、これが今のところ、自分の中では最有力。ただね、フェリーの場合ね、時間があるんでね、その時間にタイミングよく行けるかどうかなんですけどね、まあ、とにかくね、この猛暑の中でね、バイクでずっと走るのもね、正直この老体にはなかなか厳しいことなんでね、無理せずできたらフェリーで帰りたいなと思っております。金額的にね、そんなに差はないんですよ。なんでね、まあ言うたら時間ですわ。フェリーの場合はね、時間が結構かかるんですよ。もうフェリーに乗ってる間にね、高速やったらもう家に到着するっていうような感じなんでね、その辺をどう考えるかですけどね。はい、それではね、ただいまから、徳島方面に向かってレッツラゴー。さあ今ね、徳島に向かってね、今国道何号線やろ、193号線やね、それを南下してるんですけどね、もうね、ずっとこういう景色なんですよ。山、まあこのね、田んぼですよね、なんか癒されますよね。そしてね、今ペースめちゃくちゃ遅いんですが、前ね、まあ見てもらったら分かるかな、これ映ってるかどうかあれですけどね、トラックが走ってるんでね、はい、もうそのペースでずっと行ってるんですけどね、まあ僕も別に焦る旅じゃないんでね、全然へっちゃらなんですけどね、まあ、このペースでのんびりとね、本当にこの緑に囲まれながら走るのってやっぱりいいね。でさっきもね、あの SS バイクらしき 3台かな、このもうイエローカットしてね、バーンってね、右側をね、カットんでいったんですよ。まあ、気持ちはわかる、気持ちは。でもね、イエローカットはやっぱりまずいよ。せめて普通の車線になった時に行きましょう。はい、看板が見えてきましたね。徳島県美馬市に入りました。ありがとうございます。そういえば今日って朝から au が通信回線異常を起こしてますよね。そしてね、まあありがたい、ありがたくないかな、業務用携帯ね au なんですよ。
なんか着信は入ってるんですけどね、何件か。ただこちらから折り返しの電話が一切できないというね、繋がらないんですよ、ずっと。なんかはい、まあそういうことでね、もしこの動画会社の方見てたらね、僕は着信を無視してたわけじゃないんでね、ひとまずかけてますんで、はい、そこのとこよろしく。でこの左側流れてるのはね、吉野川ですね。奈良県の吉野川ちゃいますぜ。はい、そしてここからね、徳島県の吉野川市に入りました。ありがとうございます。吉野川ってね、昔結構ねバス釣りに来たことあるんですよ。何回ぐらい来たかな、結構来ましたよ。さあ、そしてね、わざわざ徳島経由で帰るっていうのもね、ちょっと意味があるんですよ。もう一箇所ね、実は寄りたいところがあるんですね。もうすぐだと思います。この道沿いだと思うんですけどね、ここもね、いつか来よう来ようと思ってたとこなんですよね。もう今回のタイミングで行こうということでね、無理やりこっち経由で、帰っております。お、発見、コインスナック24というところですね。ここここ、まあ言うたら僕ね、レトロ自販機が好きでね、ここもね、レトロ自販機の聖地なんですよ、実は。よいしょ。はい、それでは突撃してみましょう。めっちゃ暑い暑い。そしてこれね、買ったはいいけどね、全然お腹空いてないんですよ。なのでね、ちょっとね、ここじゃなくてね、どっかでフェリーの中かな、そこで食べたいと思います。さあ、カレーも買ってね、もう決めました、フェリーで帰ります。ということで、徳島港に今から向かいたいと思います。こっからだいたい28キロ、はい、あの下道で行きたいと思います。やっぱりね、この炎天下の中ね、高速ずっとね走っていくのもね、しんどいですしね、ほぼほぼね、あの金額変わらないんですよ。高速代とガソリン代でしょ、そしてあのフェリー代と、ただ時間がね倍ぐらいかかるんでね、それだけなんですけどもね。まあ、あの家に到着するのは別に早く着いても夕方に着いてもね、変わりませんのでね、はい、まあのんびりねこの旅を味わって帰りたいと思います。船の方がね、なんか旅感もあるしね、僕は好きなんですよ。さあ、今吉野川に架かる橋を渡ってますね。トラス、はい、和歌山までね、はい、250ですね、はい、さあ、和歌山駅のフェリー乗船しました。
それでは行きましょうか。さあ、この左手に見えるのがね、和歌山城ですけど、天守閣は見えへんか。まあそんなわけでね、今回のツーリングはね、この和歌山城を持って、お別れしたいと思います。いや、非常にね、楽しい1泊2日の香川県ツーリングでした。今回はね、キャンプではなかったんですけどもね、まあこのクソ暑い中、まあキャンプじゃなくてもね、まあいいじゃないですか。たまにはこういったね、ちょっと旅館とかでね、ちょこっとだけ贅沢するのもいいのかなと思います。まあ、そんなわけでね、今回の動画はこの辺で終わらせていただきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。 Yeah.